皆さんこんばんは、オーシャンです。本日もですね、引き続き、神奈川県は川崎市にあります川崎水族館川水にお邪魔しております。本日はですね、こちら、10階のフロアにあります、アフリカゾーンですね。こちらにあるネオランプロローグスブリシャルディという魚がいるんですが、こちらのね、赤ちゃんが生まれたということで、今ね、撮影をしております。このね、今ちょうど壺のね、前にいるちっちゃいのが、この赤ちゃんですね。で、もうフラッと入ってきたのが、おそらくお父さんかお母さんですかね。こちら、ネオランプロローグスブリシャルディという魚はですね、タンガニーカ湖というタンザニアとですね、コンゴ民主共和国に属している湖でして、淡水魚の宝庫と言われておりますね。ですね、まあ、生息としてはですね、弱アルカリ性の水質を好むので、他の魚とね、混泳させるのはね、ちょっと難しいとされてるんですが、こちらではですね、複数の種類ですね、複数の魚と一緒に混泳をさせているようです。こちらもですね、どんどんとね、大きくなっていく様子をお届けできたらなと思います。今日はですね、ちょっと短いんですが、この辺で失礼しようかなと思います。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。